はい、こんにちは。今日はですね、久しぶりに型を決めるシリーズをやっていこうと思っておりますけれども、今回はですね、非常にマニアックではあるんですけれども、ある意味脳を知らない人がですね、少し今体操といいますか、その運動みたいなものの一つとしてやってもらうのもいいかなと思っております。単純な作業です。立ったり座ったりするんですけれども、それをですね、おしまいを始めるときに片膝を下についた状態から立ちます。そして、終わるときはまた同じ形、片膝を右膝ですけれども、その膝を地面についた状態で終わるというこの立ったり座ったりの運動なんですけれども、意外とゆっくりすると非常にしんどいんですね。早くすると割とスッといけるんですけれども、こうじっくり立ってじっくり座るというのをやってみたいと思います。どれくらいゆっくりなことができるのかという挑戦ですので、皆さんもですね、少し、ゆっくり動く、普段とは違う全く異次元の世界観、ゆっくり動くということを一度やってみてはいかがでしょうか。ではですね、事前に羽衣の癖、最初春霞田引きに蹴り久方のとゆっくり立つところを、普段よりもちょっとゆっくりめに歌ってみました。そして、下に息を巡らす白雲の袖でぞ耐えなるというところを今度は座るところです。これもまたゆっくり歌ってみました。時間にしまして約1分半ほどをかけまして、立って座るという動きをやってみたいと思います。一回やってみました。むちゃくちゃしんどいです。多分しんどいだろうと思ってやったんですけれど、一回やっただけで太ももパンパンになっております。これをですね、少し頑張って、続けて3回やってみたいと思います。月の骨。
ですね、3回やったんですよね。でやったんですけど、録画されてなくって、で、もう一回3回やって、でその3回も最初1回目はちょっとミスったりとかして、都合を僕今これ8回ぐらいやってるんですけど、めっちゃ汗かいてますすごい暑いですわ。正直言ってこんなしんどいと思わなかったです。左足の土踏まずがね、釣りそうになるんですよね。こうぐーっと上げていくと、そこの、バランスを取りながらですから、それでこうすごい、左のこの土踏まずのところがビリビリビリってきて、釣りそうになっておりました。で、もう太ももはね、今ね、かなりパンパンです。こんな風に結構しんどいことをやっております。で、おそらくですけれども、これは速筋ではなく遅筋、遅い筋肉だと思います。ゆっくり動く動きですんで、だいたいトレーニングっていうのは速筋と遅筋、早いのと遅いのとを組み合わせていくのがいいと思うんですけれども、こうグッと力入れる、例えばバーベルをグッと持ち上げるとかっていう、形の筋力をつけるやり方、それと逆に今みたいにゆっくりした動きで、筋肉をつけていく、両方とも必要だと思いますんで、で大体このトレーニングとかって言ったら、やっぱ例えば走るとかになってくると速い筋肉をつけていく方向になりますので、あんまりこういうゆっくりした動きで筋力をつけていくっていうのは難しいと思います。いい機会といいますか、いい動きなんじゃないかなと思っております。で、コツですけれども、こう横から見ますと、こうまっすぐ立っていきたいんですよね。体がこういうふうに、ちょっとやってみますね。こうなってるのが、こういくとね、膝に負担がかかりますから、このまんま真っすぐ行く。背筋が後ろ前に行かないようにまっすぐ立っていく。で、降りる時もまっすぐ降りてくるっていうのを意識してみてください。そしたらね、めっちゃ汗かきますで、その時におへそと腰、横、体の横側ですね、こういうこの形、ここの部分、これを自分で意識してください。こいつをちゃんと線で、おへそと腰を結ぶ線みたいなものがあって、ここで引っ張り上げていってあげてください。それと同時に頭はこうじゃなくって、ここちょうど土、つむじぐらいのところから引っ張り上げられるような感じでやると、まっすぐに立てると思います。で、歯を食いしばる、結構大切です。奥歯をぐっと食いしばってうんとして立ち上がっていく。でないと体がぶらついてきます。必ずこれはぶらついてくるもんなんで、これを頑張ってまっすぐ立って、まっすぐ降りてくるっていうのを、やってみてください。で、実際、1回でもいいですし、やってもらってですね、どんな風になったか、ぜひコメントをいただけたら、いいなと思っております。大変しんどいトレーニングになるかと思いますけれども、皆さんちょっと頑張って、やっていただけたらなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。